庄原市にある県立東城高校サッカー部、全校生徒が70人に満たない東城高校ですが、12人の部員が来年行われる新人戦に向けて練習を行っています。しかし去年まで部員不足による廃部の危機を迎えていました。3年生の先輩が1人と卒業された先輩が2人の4人で活動していました。こう思うような練習とかはできなくて、メンバーが11人に満たないため試合に出たくても出られず、このままでは廃部になってしまう状態でした。そんな中、小さい頃からやっぱり見てきた存在だったので、自分も東城高校でサッカーがしたいと思っていましたし、残してほしいと思いました。部を存続するため行動に出たのが今の1年生でした。廃部の危機にあるという話を聞き、中学から共にサッカーをやってきた仲間たち、さらに未経験者も誘い、11人が入部したのです。人数が増えて、練習のレパートリーとかも増えましたし、やっぱり試合に出れるっていう、特に試合に出れるっていうのが大きくて、感謝の気持ちが湧きました。危機を乗り越え、12人で臨んだ全国高校サッカー選手権広島大会、公式戦初勝利を収めました。そんな東城高校サッカー部が創部されたのは半世紀も前のこと。高校のすぐそばでスポーツ用品店を営む今岡さんがかつてのサッカー部について語ってくれました。昭和52年10月、広島県の選手権で広島市内校に初めて勝ったと、市内のサッカー部に勝つんだということでね、東城高校サッカー部は青春を燃やしていたと。サッカー部 OB の中には、社会人になっても選手や指導者、審判など様々な形でサッカーに関わる人がたくさんいたそうです。東城の、ね、サッカーどうなるのかという気持ちはありました。やりたい子が集まって、初めて今年も試合に出てましたから、非常に心強く思ってます。非常に嬉しく思ってます。そんな歴史あるサッカー部の悩み、それが日々の練習を指導するコーチがいないこと。黄色がこの真ん中のエリア入ってる、この真ん中の4つのグリーン入ってる、青が奥のグリーン入ってる。部員たちが話し合ってメニューを考えていました。そんな現状を知り立ち上がったのがサンフレッチェ広島でした。きっかけは偶然です。県の教育長がサンフレッチェ広島の千田社長と出会い、サッカー部の話をしたのです。それをきっかけに西村校長が部員たちの熱い思いを千田社長に伝えると、校長先生が大変力説されたことに我々もこだされたといいますか、何かお役に立たなきゃいけないということで今日の実現になりました。クラブが快諾し、ついに昨日プロのコーチによる練習会が実施されました。これだけでもう守備は難しくなるから、要は相手が読んでる方の逆に出せるようなことまでできるとサッカーめっちゃ楽しく。指導するのは去年までサンフレッチェのトップチームでヘッドコーチを務めていた澤田健太郎さん。ここで持ったらここ行きましょう、もしかしてクリアするかもしれない、ここ行きましょう。基本的なボールの蹴り方の使い分けから、強くなるためにチームがどのように連携するべきかアドバイスを送ります。持ったらすぐ縦に行くって意識がなかったので、そういうところが意識が変わりました。また普段できていないキーパーに特化した練習も行われました。チームで唯一のゴールキーパー細川くんは、一人なんで全然できず、シュート練習の時だけはキーパーに入って教えてもらえるっていう、この場がすごく嬉しかったです。
場所とかこう機会というのを作るのはやっぱ大人じゃないとできないかなと思ってます。でその大人がやるところの部分の引っ張っていかなきゃいけない部分はサンフレッチェが大きく関わっていかなきゃいけないかな、続けてこういろんな形でやっていきたいかな、そこの一つの大きな、まあ、第一歩だったんではないかな。プロから直々に指導を受けるという貴重な体験をした東城高校サッカー部、地域をサッカーで盛り上げていくためさらなるレベルアップを目指します。自分たちで気づけなかったところを澤田さんに指摘していただいて、キックのところであったり切り替えのところを意識してもっといい練習ができるようになるのではないかなと思います。今日この場を設けてもらった地域の方々、そして学校の先生方などにしっかりと感謝して、これからも東城という街をサッカーで盛り上げられたらいいと思います。